ユーロ2020でポグバ選手が決めたトップコーナーへのコントロールカーブを再現できるかやってみたいと思います。以前、プレデターフリークプラスのレビューをしたので、今回はそちらを履いて挑戦していきたいと思います。そのポグバ選手のシュートなんですけど、普通だったら助走を横から入って蹴るところを割と縦の助走のまんまコントロールカーブを打てているので、だいぶ難しいんじゃないかなと思うんですけど、今回挑戦してみたいと思います。